アイスクリーンアイスクリーンはアイスクリームの過去の故障であったが現在では牛乳の代用品としてケーランダッ脱脂粉乳などを使って作られたアイスクリーム風の安価な評価のこと乳脂肪分3%以下高知県や沖縄県のものが有名アイスクリームをはじめとするアイスクリーム類乳製品に比べ乳固形分乳脂肪分の割合が小さく評価に分類される 乳脂肪分が少ないために、貯蔵や輸送時の温度の変動などで一部の氷が誘拐、再結晶しやすく、全体的にシャリシャリとしたシャーベット状の食感となる。ほか、乳製品独特のコクがしつこくなく、あっさりとした味わいが楽しめる。また、アイスクリームなどと同じように、香料を調整することにより、様々なバリエーションが存在する。アイスクリームにおけるバニラにあたる、 最も代表的なフレーバーはバナナ香料でミルク生気に近い味がする。アイスクリームの原材料として鶏卵、砂糖、脱脂粉乳、香料などが使われる。アイスクリーム類乳製品と異なる点として卵が使われる。油脂やゲルカー安定剤、ブドウ糖化糖液糖、乳化剤などは使われないことが多い。アイスクリームの製造は原料の混合、殺菌、 各半凍結からなり、アイスクリームと比べて単純である。このことから、家庭でもアイスクリームを簡単に作るためのレシピも数多く公開されている。原料を混合し完全に溶解させる。卵の変成を防ぐため常温で混合する。混合した原料を加熱し殺菌する。アイスクリームは、アイスクリームなどと比べ、大型プラントで作られる機会が少ないため、 連続流動式の高温瞬間殺菌法が用いられることが少なく、小型タンクやタブ型の容器を用いたバッチ式の殺菌法が取られていることが多い。殺菌された原料をフリーザーへ導入し、空気とともに激しく攪拌しながら凍結させる。出来上がったばかりのアイスクリーンはサクサクとした食感ではなく非常に滑らかであるが時間の経過とともに、 含有水分が再結晶することによってシャーベット状の食感が生まれる。アイスクリームの最終工程はアイスクリームの製造工程と同様であり、この時点で取り出されたアイスクリームはソフトクリームと呼ばれる。そのため製造工程から見ればアイスクリームは通常のアイスクリームよりソフトクリームに近い。アイスクリームの歴史は日本でのアイスクリームの歴史から派生したものである。 1860年に管理丸で渡米した人たちがアイスクリームを食べた際、アイスクリーンと呼んだ。1869年に日本初のアイスクリームを横浜馬車道で元旗元の町田坊作りがアイスクリーンの名称で販売した。当初は外国人にしか売れなかったが、1年のうちに評判を呼び、東京の西洋料理店や西洋洋菓子店のメニューに加わったのを、 はじめ日本中に広がっていった。その後、アイスクリームは物資事情などから生クリームや牛乳の代わりに脱脂粉乳や卵を用いたものに変化し、アイスクリームから派生した現在のアイスクリームが生まれたものと考えられる。かつては全国各地で製造を販売されていたアイスクリームであるが、大手メーカーの進出や消費者の高級品志向によって衰退し、 現在では工述する一部の地域にのみ残された特産品、もしくはレトロ菓子のような扱いとなっている。アイスクリーンが販売されている地域はかなり少なく、主に高知県や沖縄県、また横浜市の一部や倉敷市の美観地区、大阪城公園内などで販売されている。この中でも高知県では県内どこでも販売されておりポピュラーなものである。最近でこそ、 高知県道カル色の強いものとして認識が広まってきたが、それでも高知県出身者が他県にないのを知って驚いたり、他県の人が高知県内を旅行中バニラアイスだと思って買ったものが違う味だったなど、エピソードにはことかかない。これらご当地色の濃いアイスクリームの販売形態は、主に屋台など移動式店舗が一般的で、 行動脇の歩道やイベント会場でパラソルを広げている様子が見られる。沖縄県では週末や祝日限定で街道沿いに女子高生がアルバイトで販売する屋台が立つ。いずれも個別にパッケージされている場合は少なく、高に一食分を取り分けて販売する。また、パッケージされた商品もそれらの地域ではショッピングセンターやスーパーマーケットなどで販売されているほか、 インターネットなどを通じた通信販売もなされている。さらに、首都圏など他地域の小売店に並ぶこともある。その他、岡山県の評価メーカーをは用う乳業より、昔懐かし、アイスとして商品化され、各地の生協店舗を中心に全国販売された。ありがとうございます。